羽地徴収の墓、羽地徴収の墓は、沖縄県那覇市首里平良町の通称、チャーギ山にある、琉球王国の摂称、羽地王子徴収の墓である。墓様式は、吉光墓の素形を成す、独特の形をしている。戦前の羽地徴収の墓、羽地徴収の墓は、正確には朝州古人の墓ではなく、琉球王族、羽地御殿の歴代墓である。 羽地御殿は、五六御殿に世、商工業、浦添王子朝、高志の三男、羽地王子朝、元を慶祖とする御殿である。羽地長州の墓は、朝州の父、友康の代に、国王から配慮したもので、当初は、堀米墓であったが、後年現在の喫香母の形に似た姿に、改修されたと言われる。形は かまぼこ形をしており、木香墓に特有の薄や袖石といった諸要素も書いている。また、木香墓に比べて地面から眉と呼ばれる墓室正面の屋根までの高さも高く、墓口も大きい。墓室前には庭を囲む袖垣があるが、戦前の写真と比べると上部が崩壊したのか高さが低くなっている。墓口近くの墓庭には、 造成後い羽地朝秀幸母の文字を刻んだ石碑が1922年に建立されている。羽地長州の墓は、玉木朝、薫の墓同様、吉光母の祖形を成す墓様式と位置づけられているが、改修年は、小三丸の墓や家五天母より以前であったのか、正確には分かっていない。ありがとうございます。